皆さんこんにちは、国色ジョージです。今回は JIA 佐藤直美会長、そして筑波大臣国際委員長をお招きしていろいろとお話を聞きたいと思います。こんにちは。こんにちは。お忙しいところ、はい、お越しいただいて、今日はよろしくお願いします。まずは佐藤会長への、質問なんですけども、会長にご就任されてちょうど1年経った去年の7月に UIA のコペンハーゲン大会、そして3年に一度開催される UIA の総会にお二人とも出席されました。また佐藤会長は13年前2011年に開催された UIA 東京大会でも実行委員としてご活躍されました。まあ、この JIA としては国際派、まずは、お二人にお聞きしたい、質問としては、このコペンハーゲン大会へ、参加された、体験についてお話しいただけますか。はい、そうですね、UIA っていうのは私の中ではあまり馴染みのない団体ではあったんですが、2011年に UIA の東京大会の準備のために、2007年にまず、イタリアのトリノですか。に下見に行ったのが、UIA と一番深い関係だったかと思うんです。で、その時は本当に物見遊山って感じだったんですけど、それを持ち帰って UIA の、2011年の東京大会で臨みまして、その時にやはり嬉しかったのは、地震半年後だったにもかかわらず800何十人の方々が見えて、やはり日本頑張れっていうようなエールを送ってくださったというのは非常に印象深かった点です。で、今回、それから12年経ってコペンハーゲンの大会行きましたけど、その中でも大きな変化があったのは、やはり2015年ですかね、国連が SDGs の17の目標を定めたと。で、それに乗っ取った形で UIA でもやはり SDGs に沿ったテーマで今後考えていこうということで、今回 のコペンハーゲンの大会 の趣旨が、サステナブルフューチャーノーワンビハインドということで、将来に向けてのサステナビリティをどうやって建築界でもやっていくか、それからノーワンビハインドっていうのは私はなかなか理解しづらいところもあるんですけど、やはりできるだけ多くの方々を取り残さずに一緒に将来に向かって、行きたいというようなことがテーマだったと思います。で、いろんな展示もありましたけど、大会の中で、いろいろ議論されてた中で、一番印象に残ったのは、デジタル担当大臣っていうんですかね、コペンハーゲンデンマークの、その方が、サステナビリティとそれから、インクルーシブで、最後にね、ビューティフルっていう言葉を言ったんですよね。で、それが非常に印象的で、サステナブルとかインクルーシブって別に誰でも言うし、どの業界でもいいんですけど、ビューティフルっていう言葉はおそらくやっぱ建築関係の人じゃなきゃ出てこないし、で、ビューティフルな環境が欲しいから私たちは建築家を求めてるのよって、あなた方を雇うのはそのためにも雇うのよっていうことをその方がおっしゃって、で、日本だとこんなこと言ってくれる人いないんじゃないかと、非常にそれは印象的でしたね。それが自分の中では第一の、印象といいますか。それは素晴らしいと思いますね。私も、ご存じ通り海外ずっといたりしてるんですけども、大学で教えてもやっぱりそのビトリビウスがやはりビューティーっていうことを言うわけで、日本はなかなかその 理系というか、ビューティーと言ったらちょっといけないみたいな、マッチョじゃなきゃいけないみたいなことがあるのかもしれませんけども、会長もこの任期の間に何かそういうテーマを少しずつ出していかれると、やっぱりメッセージというものが伝わっていくんじゃないかと思いますけども、筑波さん、はい、同じような質問ですけども、コペンハーゲンの体験をお聞きしたいと思います。はい、大会に参加したのは初めてだったんですけれども、世界中の建築家がやっぱり一堂に集まるということで、何か連帯感みたいなものはやっぱり感じましたね。それでいろんな議論をして、ナレッジシェアをするっていうことは、素晴らしい活動だとは思いました。それから今回は JIA が派遣してる UIA に派遣している委員の皆さんと、それからゴールデンキューブ の受賞者の方たち、
で JIA からは10名ぐらいですかね、あの同伴者を含めると15名ぐらいになったと思うんですけども、まあ、割と大きな団体で行けて、で彼らと その現地での会話とかもですね、あの非常にあの深くいろいろなことが会話できたということ、でそれを持ち帰ってあの JIA のマガジンでレポートを出して、まあ、なんとか我々の国際活動とあの、会員の方とですね、あのつなげたいというようなことでやってるんですけど、まあ、それがある程度形になったかなというふうには思っています。やはりその15名という、まあ、比較的大きなあの、まあ、団体というか、まあ、存在感、それも、まあ、一つのこの総会の委員とかに固まらず、いろいろな、まあ、あの専門的なあのグループがありますけど、そういうところで活躍されている方々もご一緒だったりして、なんか私も行きましたけど非常に盛り上がった、我々としては盛り上がる、それをどういうふうにあの、その雰囲気をどう伝えるかってことで、まあ、国際委員会もなかなか苦労されたと思いますけども、本当にありがとうございます、はい。2番目、にお聞きしたいのは、まあ、会長に就任されてから、まあ、いろいろな、海外の建築家協会の大会に行かれました、まあ、確かアルカシアは2回ですかね、はい、そうですね、はい、それとアジアではタイと韓国ですね、はいはい、というところに行かれて、本当にあの積極的に、佐藤会長は交流なさっておられる。で日本に、海外から来られる華協会の会長さんたちもちゃんと おもてなしされたりして、まあ、会長としてですね、この JIA の国際交流自ら率先してやられてますけど、国際舞台でのその JIA の存在感の強化、うん、はい、今後どのように展開されるのでしょうか。はい、あの一つ思ったのはやっぱりフレンドシップって言いますか、あの人と人との交流がやはりあの二国間なり多国間 あのフレンドシップにものすごく役に立つんだなというのを実感しました。で、まあ、あのやはり英語である程度コミュニケーションができるということはやはりその気持ちが伝わりますし、一旦気持ちが伝わるとあの二国間でそのいろんな問題点があった時にですね、割と気やすくあのメールが飛んできたりですね、あの LINE が飛んできたり WhatsApp で飛んできたりということで、あのそういう人間関係ができることがまずは非常に大事だなというのは感じましたですね。であとはやはりあの各国で抱えている問題がそれぞれ固有の問題があって、で、まあ、日本だったらどうやってそれ解いてるのみたいなことをですね、まあ、意見交換をしながら、あのそれぞれの国の事情であの違うことがいろいろ起こってんだなというのも、まあ、かなり勉強しましたし、まあ、そういう意味で言うとやっぱりあの私個人だけじゃなくて、あのいくつかの UIA とかも委員会がありますよね、アルカシアも。で委員会に JIA からもあの委員の人を出してますが、まあ、そういう方々がそれぞれの委員会であのそれぞれこう人的交流をし情報交換することでやはりあの多国間のですね問題点をシェアできるという点ではものすごく有効だなというふうには感じました。はい、まああのこれは国際というからどっかでこう壁があるように感じますけど、国内でもまあ10の支部があって、その交流っていうのもあるわけですから、やはり日本 JIA の会員たちもそういう目でもう少し国際的にというか、まあ当たり前のことをまあそのランゲージの壁ということを考えずに、まあおっしゃるように本当に交流ということで、まあ会長もまあ、楽しんでいらっしゃると言ったらそれはあのいけないのかもしれませんが、いけなくないわけです。つまり先ほどの建築のビューティーっていうことと、うん、その交流の楽しみっていう、それは全然 JIA の大会でも皆さん楽しんでるわけです、はいはいはい、まあ、そういうふうにしてそのざっくばらんに付き合っていくというのが、まあ、本当の交流じゃないかというふうに思いますね、うん、そうですね、はいはい、まあ、筑波さんも、はい、あのもう長い8年ぐらい、そうですね、はい、あっという間に8年経って、まあ、その交流というか国際的にもいろいろと、まあ、ご自身が、まあ、国際的にお仕事をされていると、ほとんど日本にいらっしゃらなかったり、あの Zoom でもやられたりされてますけども、その国際交流についてどういうふうにお考え、それから JIA の その国際委員長としての、まあ、お仕事、まだあと2年ですか残ってますけども、はいはい、その辺の、まあ、抱負というかその辺のお考えというか、これをまた次の世代にどういうふうに、まあ、あの継承していくかというようなことをちょっとお聞きしたいと思います。はい、あの国際活動がですね、やっぱり、まあ、仕事でもそうなんですけども、
国内と国外っていうのが割と壁がやっぱりあってですね、どんな組織でも国外のことはもう知らないというような雰囲気というか風潮があってですね、そこをなんとか変えていけたらなと。で、 JI の中でも国内組と国際組みたいな風にならないで、やっぱり海外のことを知ることは自分たちのためにもなるので、そこをみんなと一緒に活動ができたらいいなと。で、我々は外に行くだけじゃなくて、建築家大会の時には IPF といって佐藤会長が中心になって我々と連携している海外の建築家の協会の会長さんをお呼びしていろんな議論をする場もありますので、そういう ところにもぜひJ の会員の方に参加していただいてですね、やっぱりいろんな知見を深めていただくということができるようになるというのが、国際活動の我々の国際委員会の活動の中心じゃないかというふうに思ってます。今ふと思ったんですけども、その国際というと知らないよっていうのが、会社でもそうですけども、大体そういうのがありますよね。これって、島国ということで、例えば陸続きの国であったらば、そのまま海外に行けるわけですから、その意識っていうのは、そんなにないと思うんですけど、日本はやっぱり海があるということでもう隔離されてるという DNA が入ってるような気がするんで、その辺大きな課題だと思うんですけども、どういうふうに、これを、こう乗り越えるかっていうこと、これ会長として JIA にもっともっと UIA、それからアルカジアなどに参加してもらいたいということもあるので、その辺会長から一つソリューションを、言葉の壁が一番大きいだろうなとは思うんですけど、AI がこれだけ発達した時代でかなりその自動翻訳的なことができるようになってますから、そういう意味で言うとあんまり恐れずに自国を喋って機械に訳させてですね、交流するということをどんどん進めていけばいいと思うんですね。で、彼らも別に英語喋ってるだけで考えてることは似たようなことを考えてるわけで、同じ人間同士分かり合えると、で気持ちがつながるとですね、非常に相乗効果も出てきますから、そういう点ではやっぱり恐れずに海外の方々とこう話をする、コミュニケーションを取るというのがまず一番大事かなとは思いますね。言うのは簡単だけどやるのは大変ということで、JI の皆さんにもそれをしっかりと心に刻んでですね、これから国際活動、それから国際委員会もサポートしていただきたいというふうに思います。